はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート71やっていきたいと思います。実は本当のねパート71が失敗しましたので、これが、やり直しのパート71ですね。ですんで、パート70からちょっと画面が飛んでると思うんですけども、実はですね、先ほどの町から東に、ごめんなさい、西に行ったらね、こういう祠があって、そこ入ってうろちょろしてたんですけども、そのパートが飛んじゃいましたので、久しぶりに録画失敗しましたね。最近調子よく動いてたんですけどね、音声が見事に飛んでたので、やり直したいと思いますね。で、祠がねあるんで、どんな感じだったのか、まあ私ね道わかんないんでね、左手沿いに行ってみますね。でそんなベラボにね強い感じはないんで、中子さん、魔封じね、魔封じ、中尾さん、ダースリカント、あ、中井さんが結構減ってるんで魔法取らしようか。さあ、あとは転職目指してあれですね、レベル上げて、まあいろいろうろちょろという感じでしょうかね。魔法取らねできなかったね。あ、中尾さんレベル33上がりましたね。中尾さんどうしようかな、まあ、悪くないんだよね、舞踏家でもね。お、下に行けますね。見事に私が記憶飛んでるんでね、あ、行き止まりだったのね。ほんと早く転職したいな。でもまだね、まだまだ覚えないといけないあれがあるでしょ。どうだろう、こっちの方がいいかな。一家土の、道具のちょっと低燃費でいきましょうか。いいですね、この物理だけの人ってね、物理だけの敵って魔法かなり効きますもんね。まあ、あとね、大仏ぐらいかな、ちょっとしんどいのは。まあ、大仏もね、あ、これ宝箱取ってるんですよ。大仏も、大仏パート2みたいなのが出てきましたんでね。どうしよう、これはね、こうで、あ、違う。草薙だっけ、草薙の剣だね。で、魔法使うけど、相変わらずもみんな効かないんだったっけ。裁きの手いってみようか。で、とにかく、あと殴るしかダメなんだよね。ね、魔法カウンター貼っとくんだよね。あ、効かないんだ。もう殴るしかないんだよね。めんどくさいな。あ、あと、た、お、かっこいい。あと、多分ベホマズン？ベホマラの上ね。ベホマラは見つけ、あ、覚えたので、ベホマズンだね。多分このシリーズにもベホマズンあるんでしょ、多分ね。もう全然ね、どのシリーズでどの魔法だったか覚えてないんですよね。ここ来たような気がするんですけどね。失敗したパートでね。地獄の騎士の魔封じの杖、地獄の騎士で、いや、魔法トラだね。中尾さんどうしよう、商人にしてやろうかなとも思っちゃってるんですけどね。か、あ、やっぱ戦士かな。中途半端に中途半端にあの僧侶だったんでね。どうしようかな。あ、僧侶に戻してもいいのかな。僧侶結構頑張れるもんね、中子さん見てるとね。おお、またすごろこけた。なんだろう、すごろっけにすごく嫌悪感あるんだけどね。あ、またよく似た感じですね。魔封じ。で、魔法トラかな。
あ、遅いね。やばいやばい。まあ誰でしたっけ、あのね、バラモスさんね、やっつけれたんでちょっとホッとしておりますね。なんでここね、あぐるっと回ってきたんだね。そうだそうだ、ま、その失敗したパートでもよく似たこと言ってたような気がします。あーこれやだな。イカズチかな。中尾さん踊る方好きで、眠らせるか。あ、いいね。あ、ほんといいね。宝箱ね。あ、素早さの種ね。あ、どうしよう。あらら。素早さの種、どうしようかな。これね、できればね、中江さんもちょっと早く、いや、中子さんだ。もうちょっと早くなってほしいね。あ、3上がりましたね。ただ、この、上げたステータスというのは、あ、ちょっとね、中江さんの眠りの杖と朝日だが入れ替えますよ。転職したら戻るのかな、ステータスって。それだったらやってることかなり無駄なんだけどね。さあ、私は草投げの剣を使いましょう。あ、なんか嫌な感じだね。あの、ブツブツノイズが入ってきてますね。これはなんか嫌な予感がしますね。ここのとこなかったんですけどね。中子さん、うわすごいブツブツ言ってる。中尾さんダースリカンと中江さん眠りかな。うわ痛い。ガメコンロードだね。で中尾さん、あ、中子さん呪文で中江さんだね。で中尾さんもガメロンロード行っとこっかね。中尾さんちょっと眠らしとこっか。早すぎた。はい、あ、そういうことね。起きてる人先はつけちゃったのね。ああ、ここも取ってますね。で、そうだ。盗賊の棚ね。もう宝はないらしい。ああ、これはいいな。いや。魔封じの杖でね。どうしよう、もう中江さん、マフトラ結構溜まってますよね。あ、効かなかった。はい、あ、そうだそうだ、ここだ、ここまで来たんだ。前ね、失敗した分はね、こっから先多分分かってないと思うんで、どうしよう。ああ、そうだね。ああ、そうだ。草投げの剣だ。で、中子さんは、魔封じホロゴースト。中尾さん、ガメゴンロードかな。で、中尾さん、魔法とはか。いや、もうこうなったらめんどくさいから、倍切ると、中尾さんにでもしようか。いいね、これね。本当に、草投げの杖ね。なんか聞いてないしね、魔封じがね。あ、一部聞いたのね。で、中子さん、あ、一応やっとくか。まだまだホロゴースト、このターンも置いとくもんね。で、呪文で、まほとらしとこっか。あー、いいね。
いい感じ、すごくね。はい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 、あとはもうずっとね見ちゃいましょう。でここ行ってな、あらここなかったのね、行ってなかったので、あ、ガメゴンロードさんね。あ、そうだ、刃のあれをここで置いといても仕方がないので、順番まで入れ替えましょうかね、道具をね。中子さんがマフージ、中尾さんガメゴンロード、中尾さんマハトラかな。さあ、じゃあガメゴンロードとマホロゴンさんいいんじゃない。でまたマホトラだね。あ、まあ、あとは普通に行きましょう。ここ何なんだろうね、ここ誰も教えてもらってないもんね、その町の人からね。あら、撮ってるじゃない。あれ来てるね。来てたのね。中子さん、イカズチだね。あ、また私忘れてるわ。アチさんの武器入れ替えるね。武器の道具入れ替える、忘れてますね。あ、眠らなかった。あ、痛い。刃と渡すで草刈投げの剣だね。そこの剣、小さなメダルはいらないね。すごろっけんね。じゃあここ終わりかい。何があったんだろう。いや、突起するほどのものはないですね。なかったのかな。まだ巡りきってないかな。ここだね。で中江さんはまあマホトラか。ガメゴンロード、ベホーマオ中子さんだね。で、ガメゴンロード、ホロゴス行っとこっか、普通に。あ、まあいいか。私もね、マホトラ覚えれたらすごくいいんだけどね。そういうわけにはいかないみたいですね。あれ、これで全部回ったんじゃない？あらららららら、どうしよう。稲妻剣、あ、草薙の剣だね、一応ね。で、道具、魔法寺、ホロゴースト。中尾さん、地獄の騎士行っておこっか。火光ってもめんどくさいけど、メラミで地獄の騎士かな。聞いたっけ？あ、聞いた、聞いた。あら、聞いてないのね。魔法寺がね、聞ききってないんだね。あー、中尾さんもっぱちいけるよね。呪文で魔法トラ。あ、ほんと草薙の剣いいわ。中子さんは唱えるか、ベホーマーを。いやいや、私から使っておこっか。あ、でも私もマジックパワー98しかないのね。どうしよう。あ、まあいいか、行っちゃった。一応私からね、ベホーマーを、中子さんね。
あれ、上りの階段があっちにあるのは、ここはもうなかったはずね。どうやらもない。よいしょ、草なりね。あとは、あ、ぬいぐるみなんか使ってるのね。あ、眠りじゃないんだけど、あ、殴っとこうか。本当ブリス痛いね。え、防御しとこう。100切るとベホームだね。ヒットポイントね。あ、じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょうかね。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね。パート71ですね。ちょっと早いですけど、終わっておきますね。ちょっと不安があるんでね、録画の、成功失敗にね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。